田は槍の名手であり、関ヶ原の戦いにおいて九尺の槍を使って実戦中、槍先が折れ、束を持って実戦し、その後、日本六十余州の大将の陣頭、マジステンソンに祈願し、その霊剣により武士、武州の悟りを得、武器流平常術を開見。その後、各地を経て、宗家特大目、片岡宗義の家が、水戸地方において連勝。明は天敵の頃から、民衆の自衛武術として、水戸を中心に、近郊近在において発達。武器無敵流常術として、一世を極めた。昭和46年、社会主義の親として、無形文化財に指定され、平成6年にひたちなか市文化財に指定されました。定年されている最大の文化財です。文化財の文化財です。江端木右衛門は、江端に行かれ、幼少の頃に藤山流の師、藤沢一郎左衛門七代、吉岡流の師、深沢又一兼次、森山牧衛門長政に学び、自らの創意と工夫により、この流派は、糸藩を中心に、流星を極めた、これで大予想と、裏流派、優秀、都庁さん、現在、東京都議会、根本健一、忠之先生が、局よりご連絡いたします、お弁当の受け取りは1時までとなっております。まだ来られていない流派の方は地球大会本部まで、受け取りに来てください。お弁当の受け取りは1時までとなっております。まだ取りに来られていない流派の方は大会本部まで地球お越しください。
第2会場では平取り柔術のご演武です。ゲストは織田越後の神。長年前田家に仕え、能登末盛の合戦には利家に従い、その分13,670石を賜り、後に名人越後と言われた織田流の流祖である。戸田流を喜多流と改名したのは第10代目の古川吉右衛門である。じゃあ下手なこと言えないです。第14代の佐藤武八郎兄弘が伊勢崎藩主の高井公の柔術指南となり、当時の門弟は数千人に及び、明治の後期まで伊勢崎市を中心に隆盛を見た。喜多流は気を持って相手の気を制す本国理とし、戦国時代の時から発達したのが、今回攻撃してくる相手は必ず倒すことから、技の数も多く、柔術を中心に、棒、鉄拳、十手、相方、ちぎり引き、鎖鎌の術など、200手ほどの技が伝承されている。喜多流柔術連心館、伊勢科道場は長年の活動が認められ、平成21年2月26日、伊勢崎市重要都市文化財に指定されました。伊勢崎利家先生が第19代宗家として伝承しておられます。第1会場は、次に無敵流上陸。
違いました。